普段は初心者クラスでやっているので、ロックダンスをやったことない方だったり、ダンス自体初めての方などがめちゃ多く来てくださいます。で、年齢層とか基本大人の方メインで来てくださってて、でたまに学生さんとかもちょいちょい来てくれたりしています。初めてロッククラスなので、初心者の方とかに向けてロックのベーシックの動きや基本の動きなどをしっかり最初から分かりやすく理解してもらえるように教えています。でロックダンスって基本こう独特な動きとか普段やらないような動きとかがすごい他のジャンルに比べて多いので、そういうのをしっかり理解して皆さん楽しんで踊ってもらえるように、そういうのをしっかり心がけて教えています。ただ今のロックダンスのレッスンなどは結構ベーシックとかは、ゆっくりじゃあ教えてくれることって少ないと思うので、自分のレッスンはロックダンスのベーシックをしっかり重点的に教えていくので、気軽に初心者の方でもベテランの方でもどんな方でも大歓迎しているので、みんなで楽しくロックダンス踊りましょう。